はブラジルからだ。今回の商品は100万クルゼイロ。みんな準備はいいかな？大変だ、スターターの後ろにヘビが。スターターがヘビに飲まれた。おいや、助かったね、スターター。スタートした。外国人店さんかぶり寄れ、鋭いハサミでどんどん進む。今日は果物が食べ放題だな。木から取ればタダだからね。それでは、いただ。だからふたふさね。はい、泣いては。こら、いい空気。ねえ、酸素のほとんどをこのアマゾンの植物が出してるって知ってた？もちろんだよ。この邪魔な木をさっさと始末してやるんだ。ゲンゲン、任せろ。地球上の動物はおしまいになってしまうのに。もっと別のおしまいがやってきたぞ。おや、ゼロゼロマシンターボは靴工場に向かっているぞ。靴工場？そんなな地図に載ってないよ。そう。さて、次のコースはカカオ農園。カカオ農園？ストップだ。いやー、チョコレート大好きだ。そしてホットココアもね。でもこれがまた最高なんだよ。ねえ、カカオの実だけじゃ甘くならないんだよ。だ、まずいな、ひどい味だ。なんで止めてくれなかったの？恨むよ、もう。ねえ、ヨギベア。いいよいいよ、今さら。僕の初恋みたいなほろ苦い体験だけどね。コーヒー豆の匂いだよ。おお、コーヒー豆か。実にいい匂いだ。まさきに。なんてことをするんだ、ブラックマオメ。俺様のずるい近道マップによればこれが一番早いのさ。そうかね。ブラックマオ、この先が大きな滝になってるって知らないみたいだ。ぐんぐん流れていくぞ、ケンケン。ああ、この先には80メートルの滝があるよ。なに？滝だと？ケンケン、お前のせいだぞ。このおっと、ゼロゼロマシンターボゴムの木で助かった。さあ、ここはリオデジャネイロ。ゴールがある。優勝はワニゴリバギー300か。お前のせいだぞ。今日という今日は絶対思い知らせてやる。なんだゼロゼロマシンターボ優勝です。なに、本当か？ブラックマオとケンケンには100万クルゼイロが贈られる。やったぞ、ついに大金持ちだ。億万長者になったんだ。ふーん。おい、うちの果物スタンド弁償しろ。俺の靴工場の修理もな。そうだそうだ、お前弁償しろ。この金でお前の切った木の代わりを植えておこう。しかし、環境に及ぼした損害は償いきれないぞ。全部取られたわけじゃないぞ。ここに100クルゼイロある。まだまだあるし。金の使い道を考えなきゃ。なに、たったこれだけだと？なんてこった。そんな。いい君。